今回は前回前足の使い方というか前足の使い方、置き方を簡単な一番最初の方法を紹介したんですけど、今回は使い方をしっかりとしたね、引っ張り上げるっていうハウトゥーをしていこうと思います。じゃあ前足の使い方、前回も軽く話したんだけど、前回はその引っ張り上げるとか引っ掛ける、すり上げるっていうのを大まかに話しただけで、今回は前足、この足首だったり膝だったりをしっかりと使って板を引き上げる動きを紹介します。まずは、動きだね。しっかりテールを弾いて、前足で板を引っ張り上げてあげる。で、ノーズを引っ張り上げる。それはどういうことかっていうと、テールを弾いて、ここに足首持ってきて、板を引っ張り上げる。なので、イメージとして多分最初足だけ、下半身、膝から下でやっちゃうようなイメージじゃなく、膝を先行に股関節を使って引っ張ってあげる。股関節を開く。これは他の技になってきても大事なことになるんで、股関節を開く。関節をこの股の付け根をグッて、でその時に開くっていうとこういうイメージになっちゃうじゃなく、難しいな、まっすぐなんだけどこの股関節を動かすイメージ。膝だけじゃなく股関節。このね、股関節を動かすイメージすると結構可動域が増えるから、体っていうか下半身、そこを意識すると結構変わると思うんで、こんな感じに。前も言ったんだけど、ここからズリって引っ張るってよりかは、こっからここを引っ張るんじゃなく、こっから先、もうこのキックって言って板が曲がってるところをここまで使って引っ張り上げたいので、イメージはこの足をここで止めるんじゃなく、もうこの辺まで引っ張って、こうするとしてもここら辺まで持ってくるようにするように意識するといいと思います。じゃあこれを使って、物跳びをしていきます。最初この物跳びを意識するときに、前足をするってことだけを意識すると、よくあるのがノーズが下がりすぎちゃう。今のは意識が上に引っ張るってよりも、することだけ意識して、この高さから平行に動いちゃったせいで、落ちなかったけど、当たって、しかもふわっと感がないボーリーになっちゃいました。今のはこう叩くタイミングが丸くなった時とするタイミングがちょっとバラバラな時、ああなるとテール押さえつけちゃって、で前足がこうずれちゃう。なので空中分解みたいな形になっちゃう。まあ、今みたいにテール叩くタイミング、するタイミングで、する方向の意識、前じゃなくてこうノーズを持ち上げる、ノーズを引っ張り上げてちょっと前に出すからテールが浮いてくる、こういう形になるっていうのが今の感じかな。やっぱこうしっかり擦れると着地の時に足がビスビスあたり、こんな感じに着地できるんで、やっぱこの意識は大事で、その分やっぱ空中でちゃんと引っ張ってあげる。こんな感じで物乞いをします。やっぱね、こう物乞いで多くなっちゃうのって、一つ言うとこうノーズが当たっちゃう、前が当たっちゃうのって結局そこまで板を引っ張り上げられてなくて、もうほんと極端に言うと弾いてノーズが物を越えちゃえば、これ押すだけで物飛び越えないイメージを。ただ例えばこれだとここまでしかね浮かないから、このままここでノーズやったら当たっちゃう。なのでこっから少し引き上げる、この動作ができるようになっちゃえば物乞いはできるようになる。縦コームとかも結局例えばこうだけど、この高さ普通にやったらここから飛べないけど、弾いてここまで擦り上げる力をゲットすれば飛べるようになります。あとはやっぱ空中の耐え、前にやったあれは絶対に必要になってくるけど、原理としてはやっぱノーズが越えれればある程度物を越えれるようになってきます。こんな感じでね、物を飛び越える、やっぱこの動きの時に大事になってくるのがこの前足のズリズリ。ここもう極端に言うとやっぱ初心者の人ってスタンス狭いけど、こっからズリ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 、大体この辺で止まってると思うんで、それがもう狭くてもズリ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 ってここまで引っ張り上げられちゃえば、別に狭かろうが広かろうがそれはもう関係なく、スタンス広い狭いはやっぱ人のそれぞれの骨格とかにもよって違うので、個々のスタイルでもあるし、だけどしっかりとこの先っちょまで擦れるように、こっからスローが擦れるようにするのが大事です。これ後々キックグリップとかもね一緒の動きっちゃ動きなんで、オーリーは、まあ、今やるとオーリーはここで止めてる動きを、まあ、抜く場所もあるけど延長して、このノーズよりも先に足を抜いてあげる、回るっていう、まあ、何の技でもそうだけど、やっぱこのオーリーっていうのは基礎なんで、カーブに乗るの、ボックスに乗る、マニュアル台乗る、段差降りるとか全部にね、ランプで飛んだりするのもやっぱオーリーなので、これはしっかり身につけておきましょう。